映画かけ狂いの、犬八友を演じました伊藤真理香です。今回はオリジナルキャラクターではあるんですけど、純粋にギャンブルとあとキャストのみんなとぶつかって立ち向かっていくキャラクターなので、まあ、みんなの中だと一番共感できる部分は多いのかなと思うので、ぜひ犬八がたくさん暴れてるところを見て楽しんでください。